4週にわたった第51回東京モーターサイクルショー、今回は緑が映える新しいコンセプトバイクやオレンジが際立つヨーロッパの一大グループを紹介、そして突然の公開収録と満載でお送りします。皆さんおはようございます。東京モーターサイクルショーの現場からお届けするいよいよ第4週目となります。亜美ちゃんよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、木村亜美です。あのさ、モーターサイクルでいろいろブース見て回ってるじゃん、はい、ね、あれどうだった、これ俺思ったんだけど亜美ちゃんどう思ったのってトークをすっごい落ち着いてしたいんだけど、うん、早く行きなさいって OD からオーダーが来てるもん。そう、俺さ喋りたいの本当はもっといろいろ、もうねこの前段で喋りすぎてちょっともうちょっと負けようって言われて、バイク紹介できないだろうってね。もうねこの時点で長いから、はい、あ、負けが出てる、負けが出てる、とりあえず行ってきましょうか。はい、よろしくお願いします。2024年3月22日から24日まで第51回東京モーターサイクルショーが東京ビッグサイトを会場に開催されました。春のバイクシーズンを告げる恒例行事としておなじみとなっている東京モーターサイクルショー、3日間の入場者数は11万3905名が訪れました。4週目の始めは川崎ブースです。さあ川崎のブースにやってまいりました。吉田さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速なんですけども、はい、この Z7 ハイブリッド、はい、何か市場に対して進捗情報、うん、こういう風な登場するんじゃないかとか何かヒントをいただけないでしょうか。うん、そうですね、実はあの今年のもう6月15日に一応発売予定として、はい、発売予定発表させていただいておりますので、はい、楽しみ、楽しみだよ ね。ただどういう乗り心地なのか全く未知数なので、うん、そうですね、あの一つこのハイブリッドのモデルの、まあ、強みとして、はい、まずはこちらのモデルはストロングハイブリッドというモデルになりまして、大きくはこの内燃機関ですね、エンジンを、はい、まず搭載しております、はい、でメインは基本的にはこのエンジンの駆動をして、走行するような形になるんですけども、はい、もう一つ、はい、ハイブリッドの強みじゃないですけども、エンジンがかかっている時にこのモーター駆動ですね、そういったものをプラスして、はい、川崎でいうと 700cc、650cc クラスの、例えば馬力であったりとか、はい、そういったトルクを上乗せして、はい、あの瞬間的にあの性能を発揮するようなそんな使い方も実はできますと。でもう一つ、はい、そのストロングハイブリッドの強みといたしましては、EV 単体で、はい、あのお乗りいただけるので、電気単体で走れるって知らなかった。え、それって切り替えモードがあるとか、もう自動的にこう切り替わる、基本的にはオートマですね。 あとはそのマニュアルでも走れるような設定があるんですけども、例えばエコハイブリッドモードで走行いただいているときに、はい、目の前が赤信号です、はい、エンジン手動で走っておりましたって言った時には、はい、アイドリングストップ機能がございますので、はい、停止した時には、エンジンが、切れます、はい、で信号が青になったタイミングではその先 EV の駆動だけで、はい、モーターの駆動だけでスーッと静かに走っていただくことができます。EV 車、完全な EV 車ではないから、はい、変な話、そのバッテリーがゼロになってしまった場合でもガソリンでずっと走れるっていうところですよね。はい、基本的にはエンジンが動いてる時に、はい、そのメインバッテリーに対してずっと電源を供給しているような形になるので、はい、例えば一つのシチュエーションとしましては朝、はい、例えば夜とか、はい、そういった静かなところの住宅街でちょっとエンジンかけるのをちょっと控えたいなって思った時にはそういった EV だけでお使いいただいて、はい、そこから先はエンジンで走る、はい、そういったお使いがいただけるかなと思います。なるほどね、はい、この2024年に今ご紹介していただいた Z7 ハイブリッドの他にもおすすめの車両があると思うんですけど、そうですね、はい、こちらともう一つ実はバリエーションを、はい、展開しておりまして今この場所ではないんですけど、はい、既存の忍者400のようなあのフルカールモデル、そういったものも実はあの同時に発売させていただく予定にはなっているんで、お好みのデザインで、はいはい、じゃあネイキッドスタイルがいいのか、
じゃあそういったもうちょっとこうスポーティーな、はい、あのフルカウルのようなモデルがいいのかっていうのは、はい、あのお好みで選んでいただけるようにちょっと準備させていただいておりますので。これ面白いね。はい、なんかこう川崎今年、まあ、いろんな川崎の中から何十周年が重なってるかなりこうメモリアルな年というか、そうですね、この年だからいろんなものが出てきて、そうなんです、あのいろんなことをご紹介したいんですけど、すごいですね、はい、本当にあのちょっと時間が足りなくなってしまうような、そうですよね。続いてあの川崎さんはやっぱりアパレル、そう、あれびっくりしたね、豊富ですよね、うん、はい、そうですね、アパレルもぜひ見せていただきたいんですけど、はい、ではこちらこの後、はいはい、じゃあちょっと移動して向こうでお願いいたします、はい、します。さあ続いては川崎ブースの中のこのアパレルのコーナーなんですけども、はい、もう入り口からめちゃくちゃかっこいいんですけども、いいですね、はい、期間限定の川崎プラザ店、はい、ビッグサイト店みたいな、うん、ね、そうですね、そういうことだよね。これだけ大きくアパレルのコーナーを設けてるってことはやっぱり今年もなんか目玉となる商品とか、ね、新しいアイテムとかあるんですか、はい、一応あのこちらの方ではまだあの展示というような形はしてないんですけども、はい、今あの2024年の一応春夏ということで、あの川崎プラザ限定のそういったアパレルの方も一応発表させていただいておりますので、あの自分が乗りたいようなスタイリングの方をこういったところでも本当同じような川崎プラザに実際に訪れてみてそういった雰囲気を感じ取っていただけるかなと思いますね。いやけどいいですよね、あのせっかく買った愛車に合わせたい素敵なウェアっていうのはやっぱり同じブランドのウェアを着たい、ね、そうだね、ここに合わせるの何がいいかなっていうのも相談できるっていうのは、そうですね、うん、はい、もちろんレディースのラインナップももちろんこちらの方で、はい、あのレディースの方もご用意させていただいておりますので、確か、インスタグラムで川崎のこういったアパレルとかファッションを発信してるアカウントありましたよね。そうですね、あれ写真もかっこいいしすごいおしゃれなのよね。ありがとうございます、それを見ていただくことでも、どういう世界が待ってるかって、ね、入り口としていいですよね、はい、今回ちょっといろいろ見させていただいたんですけども、はい、川崎として今年2024、はい、川崎ファンの方に向けてこういったところを見てください、こういったところを楽しんでくださいというアドバイス一つカメラに向かっていただけますか、はい、お願いいたします。はい、今年、川崎としてはこちらの、店内、展示ブースですね、革新と伝統という形であの忍者セブンハイビレットであったりとか、あとは合わせて目黒 S1 ですね、そういったモデルも、この秋、ご準備させていただいている途中ではなりますけど、またあのそういったところもニューモデルとして楽しみにしていただけたらと思います。であとはこちらの、川崎プラザですね、あのプラザの店内ってこういった形なんだなということをきっかけに、またあのお近くの川崎プラザまでご来店いただけたら私たちもすごい嬉しいかなと思いますので、はい、以上からそんな形で、はい、今年1年川崎もまた頑張っていこうかなと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、皆さん川崎をぜひ応援お願いいたします。緑色のこのモフモフインドジャパンも見合ってる吉田さんにお世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ KTM のブースにやってまいりました。もうずっとお世話になりっぱなし、松岡さん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。松岡さん、なんかこう年々 KTM があの色とりどりにこういろんなものが増えていってるんですけども、はい、まずあのどういったメーカーがいるかちょっとブース全体を教えてください。あ、なるほど、現在の4ブランドを KTM グループの中で、ございます、はい、でまずはこの KTM ですね、はい、でこちらがハスクバーナモーターサイクルズ、はい、そしてあちらに赤いのがガスガストであります、はい、奥に MV アグスタという、はいはい、まあ、イタリアのブランドでございます、はいはい。4つのブランドを展開する KTM グループ、各ブランドのイメージカラーで分けられたブースに22モデルが展示されていました。オンオフ問わず普通自動二輪免許で乗ることのできる車両から大型のプレミアムモデルまで幅広いラインナップを持つ KTM グループから注目のバイクを紹介します。なんといっても1390かっこいいですね。ありがとうございます。かっこいいです、本当に純粋にかっこいいです、ね、すごいねこれ。あの今年がですね、はい、デュークが発売してから30周年なんですね。日本で6モデルのデュークがあるんですけど、はいはい、なんと5モデルが今年新発売もしくはフルモデルチェンジしてます。の中の1つが4モデルを今回持ってきてます、はい、向こうから390、250が、250、390、990、1390、はい、すごい。特に2024年、はい、この車両ここが変わったんだよってご紹介したい部分、松岡さん的に、こちらはですね、はい、従来1290スーパーデューク R エボというモデルがあったんですけれども、はい、それの進化版です、はい、排気量が増えて今 1350cc の V2 インエンジンとなります、はい、なんとパワーが190馬力トルク145ニュートンメーター。トルクすごい、
もうちょっと車っぽい数字になってきてるトルクが。車になってますね。もうどこからでも湧きあふれるトルクが、はい、まあ、魅力の一台ですね。あと、まあ、エンジン以外に大きく変わったのが、はい、サスペンションです。こちら電子制御サスペンション積んでるんですけれども、こちらのスイッチ一つで、はい、ダンピングの調整をすることが可能になります。はい、でまあ、街乗りからサーキット走行まで幅広いセッティングがもう簡単にスイッチ一つでできるというのがこのバイクの、魅力的なところですね。まあ、あとぜひ注目いただきたいのがヘッドライト、はい、ね、はい、まあ、見た目斬新ですけれども、はい、まずこの表の、まあ、ガラスプラスチック部分がないということで、はい、軽量化が図られています。はい、でさらにあのこちらの、スーパーデューカルエゴになりますと、こちらから空気取り入れるんですね。でラムエア効果でパワーもアップしています。あ、なるほどなるほど。まあ、こういった、まあ、両方 の、 あのデザインだけではなくて機能的にも、はい、まあ、理由のあるデザインとなっています。これ、すごい乗りたい、はい、これはね、すごく乗ってみたい。あ、ぜひ。すごい興味がある。あの増岡さん、ある意味、まあ、ここにさまざまなブランドの中で、まあ、軽量化の一つの中枢、はい、根幹だと思うんですけども、はい、例えばこのデュークたちを見て、はい、まあ、少し派生というには遠いですけども、ハスクバーナを知ってみたり、ガスガスを乗ってみたり、このファミリーの中で楽しんでもらうというのもありですよね。そうですね、はい。続いて KTM グループから MV アグスタです。担当の佐々木さんからお話を伺います。古い友達です。長いですね。注目車両ってどんなものがあるんでしょうか。はい、こちらでございます。はい、MV アグスタ LXP というのをミラノショーで発表させていただきました。はいはい、こちらどういうバイクかというと、1990年代あのエディ・オリオーリ選手というラリー の、 あのライダーがいたんですが、はい、まあ、いわゆる世界のラリーでもう優勝の連続ですよね。その時にあのラッキーエクスプローラーカラーというライダー の、 あのジャケットを着てもよく走ってたんですが、それをオマージュしたバイクになります。でもこれさ、コンセプトちょっと面白いなと思うのが、はい、ラグジュアリーなデュアルパーパスって今まであったかというとないように思うんですよ。はい、そうですね、その通りです。ここ面白いですよね。はいはい、すごい気になるのが、ね、シートの仕上げがあれアルカンっていうやつ、アルカンタール、はいはいはい、言ってる、はい、言ってる、いわゆるラグジュアリーな、ラグジュアリーなレザーを使っているっていうところですね。はいはい、これはあの例えばその同じ前やグループになっている KTM の技術が入ってるようには見えないです。これはやっぱりあくまで MV アグスタ、これは 100% バレーゼ製の MV アグスタが開発したエンジンで、ニューエンジンですし、あともちろんデザインも、はいはい、全てイタリアで作ったものです。MV アグスタ LXP オリオーリは世界500台の限定生産モデルとなります。詳しい情報は MV アグスタホームページなどでご確認ください。またバイカーズパラダイス南箱根では11月30日までドラッグスター、ロッソなど3車種がレンタルバイクで体験することができます。 MV アグスタを知るきっかけで利用してみてはいかがでしょうか。気になる方はぜひぜひチェックしてみてください。はい、佐々木さん、もし機会があれば我々ちょっとこの手大好物なもので、はい、ちょっと機会があったらぜひこれは乗らせてください。よろしくお願いします。佐々木さん、ありがとうございました。それではカルトブースからお届けしております公開収録、いきましょう。いきます。イエーイ、ありがとうございます。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 遠くまでありがとうございます。ありがとうございます。カルドブースでは岡田庄司、江藤さんと一緒に公開収録風にお送りします。使用するのは簡単な設定で音質が良いカルドの JBL モデル、パックトークエッジ。レイさん、アミュー、参加の方10名、番組収録用と場内用など15台同時に接続します。走行を想定して実験用に借りてきた業務用送風機の風を受けながらどのように聞こえるのか体験します。では早速インカムの音声だけで聞いてみましょう。さあ今これなんだろうね、時速100キロとか超えてるんじゃないの。これ結構な風を正面から浴びておりますが、はい、皆さん雑音がなく声をクリアに伝えるパックトークエッジ。通常の番組収録では走行中の雰囲気をイメージしてもらうためワイヤレスマイクで収録した走行音を混ぜてお送りしています。今ちょっとバイクに乗っている状態ですね。はい、そうなんです。私の場合、オープンフェイスのヘルメットをかけているっていう状態でこの風を浴びてみます。髪の毛ファサーになっててかわいそうにどうでしょうか。皆さん聞こえに変化ありますか。皆さん私の声ちゃんとクリアに聞こえてますでしょうか。結
構な風を浴びています。普段バイクで走りながら収録をしている感じを皆さんに体験してもらっています。バイクの速度じゃないですよね、この風は。だから今マイク自体が物理的に外の音をなるべく拾わない指向性ならではの特性も出ているし、かつデジタル処理でノイズリダクションをした、はい、体験していただいた方に感想を聞いてみます。どうですか？すごい綺麗な音で、風がバーって来ても全然音が変わらなかったので、声の音質もすごく綺麗に。今までインカムは他のメーカーさんとかすでに使っていた？まだ使ってないんですね。実は購入検討もあって、今日どんなメーカーで何がいいかなっていうのをちょっと偵察を兼ねてっていうのも。そうなんですね。なんかやっぱりJBL さんの使ってて音質もすごいクリアで、なんだろう、これ会話をしながら音楽が聴ける機能があるじゃないですか。あれが自分のだとできなくて、これはすごいいいと思いました。最初に作っメッシュを作ったのがカルドなんですけど、はい、その音質より通話に特化した音質なのでよりクリアに聞こえる、その相乗効果でより綺麗に聞こえるというところであります、うん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 。さあということでカルトブースですね、皆さん今日ね一緒にカルトを体験していただけたんじゃないかなと思います。試してみて楽しかったですか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんどうもありがとうございます。ありがとうございます。さあ、はい、来年も願わくばまた我々カルトブースに呼んでいただけるように、アミちゃんここからまた1年間仕事頑張っていきましょう。そうですね。そしてまた来年のモーターサイクルショーでも皆さんにお目にかかれることを楽しみにしておりますので、はい、ぜひお店に行ったらカルトをちなみでもいいんでちょっと見てみてください。ということで本日はご参加いただきどうもありがとうございました。そしてミスターカルドの江藤さん、ここまでいろいろとありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。参加していただいた方には番組ステッカーを2人から配りました。カルドのインカムに関して詳しくはホームページなどでご確認ください。ホンダドリームに行ってみよ。今週はホンダドリーム千葉中央からお送りします。お相手ははい、ホンダドリーム千葉中央の大菅です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。大菅さん、今日は今日はね、二輪の、最新ドライブレコーダージオについてお話ししたいと思います。おー、今バイクに乗るならドライブレコーダー必須ですもんね。そうですね。ドライブレコーダーをつけるとどんなメリットがあるんですか？はい、まずはやっぱり一番大きなものとしまして、事故に遭われた時ですね、そういった時にですね、記録が残しておけますので、どっちが悪かったかというのがですね、映像を見ればすぐ分かると、はい、いうところですね。保険の審査時にはやっぱ映像はとっても証拠としてはね、そうですね、大事ですからね、はい、これはもう日常使いとかできるんですか？はい、例えばですね、ツーリングに出かけた際にですね、いろんないい景色ところ走ったりですとか、あとですね、こういう道走ったよねというような記録でですね、残せること、見返せるっていうのが一ついいんじゃないかなと思います。そうですね、私もドライブレコーダーつけてるんですけど、はい、こんな道走った時にちょっと危なかったなとか、ここ楽しかったなって思った時に後でちょこっと見返したりもするんで、はい、そういうのを例えばツーリングのお友達とこう見返せるっていうのはワイワイできて楽しいですよね。そうですね。なんかヘルメットに取り付けるタイプのものもあったりするって噂を聞いたんですけど、はい、そうですね、ヘルメットにつけるタイプもありまして、それこそGoPro みたいな、使い方、ウェアラブルカメラですね。それはその取り付けるバイクに取り付けるタイプとヘルメットに取り付けるタイプは何か違いがあるんですか？ヘルメットに取り付けるタイプは内蔵の電源、バッテリーで稼働しておりますので、それだけちょっとバッテリーの減りが早いですとか。ああ、なるほどなるほど。その他ありますか？あとはですね、GPS 機能が内蔵されているモデルもありますので、あとでパソコンでですね、こんなルート走ったよねって地図で見ることもできますし、あとは万が一こう事故に遭われた時の場所ですとか時間とかそういったものがですね、正確に記録されるというところですね。おお、
そうですよね、 GPS があると後でルート見返せるのもいいところですし、やっぱ実行を起こした時が一番ね、こういう速度とかも分かるってことですよね。速度とかも、はい、記録されます。それはすごいですね。 GPS モデル欲しいな。大須賀さん、他にもありますよね。はい、あとはですね、駐車監視機能なんかついているモデルもあったりしますので。何ですかそれは。はい、あの駐車時にですね、例えばいたずらにあったとか、はい、当て逃げされたとか、おそういった時にですね、その前後、まあ検知してからの後ですね、うん、何分間録画ができるようなモデルもあります。お便利ですね。大事大事。これはもう大須賀さんのお店でも実際に取り付けてる人はいるんですか。そうですね、ここ 2,3 年でやっぱりかなり増えてきました。うん、もうやっぱバイクに乗るなら必須ですもんね。はい、はい、では取り付けちゃおうか悩んでる方はホンダドリームに行ってみよう。ホンダドリームからお知らせです。6月30日まで CL500、XL750 トランザルプ新車をご購入の方に、ホンダ純正アクセサリー購入などに使用できる3万円のクーポンをプレゼント。詳しくはお近くのホンダドリームまたはホームページをご覧ください。さあ、気づけばですね、4週でお届けしてきましたこの東京モーターサイクルショーなんですが、はい、もうこれ最終回になっちゃった。なんかもうさ、駆けずり回った思いがあるんだけどもそうそう、濃ゆい濃ゆい時間だったね。濃ゆいよ。なんだろうね、今年は特にこのニューモデルだったり、ね、新しい乳製品が結構豊富に見れたなっていう、うんうんうん、ニューモデル、乳製品、ニューモデルと乳製品、ね、新しいの拾っちゃった今、新製品が乳製品になったのでこれステッカー作りたい俺、木村のステッカー全然それのダメさに気づいてないよ。頭痛が痛いとか上を見上げるみたいなやつあ、そういうことなの。いやいやけどね、これは使いようによっちゃ使えるのだ今俺ね、なんかね、キュンキュンして疲れ飛んだ今ちょっとそんなことね、新しいものがいっぱいで、なんかそのさ何ここから元に戻すんだみたいな、これ使ってもらおうでもさ、はい、アミちゃんの言う通りで、うんうん、はい、なんかね、波に飲まれた感が結構俺あって、うんうん、その新しいものが、これ確かあれ去年 のバイク TV の中で そのバイク大賞を決めるときに、正直ちょっと新しい面白いものが欠けてたって俺確か言った気がしてるの。だけど今回のモーターサイクルショーはいろんなメーカーから面白い新しいものが大量に出てきたから、ちょっと情報を用意した、ちょっとプロセスできてないというか、まだ消化ができてないぐらい混乱した。私なんだろう、今回のモーターサイクルショーでちょっと感じたのは、はい、2023年終わりぐらいから、まあ、アンダー400とか普通自動二輪免許で乗れるモーターサイクルが増えたっていう効果を表したのか、ちょっと若い方が増えたんじゃないかなっていう感覚があって、ね、確かに。あとは今まであのタンデムで後ろに乗ってたんですけど、免許取ったから自分で運転したくて、まあ、400だけど探しに来ましたっていうようなお話が聞けたので、その新しいライダーが増えたんじゃないかなっていうふうに思います。今日僕らさ、カルドのブース行って、うん、あのインカムのこう体験みたいなさ、公開収録させてもらったじゃない。で番組見てくださってるから、皆さん来てくださって一緒にこの、ね、ヘッドセットつけてもらって体験してもらって、でもあの中にもきっとそのまだバイク乗りたてとか、はい、新しい方がたくさんいて、だからそういう人がね、この先もっと増えていくといいね、うん、だから僕らもちょっとあのやっぱりこう一生懸命分かりやすく初めての方でも伝わるような説明をしていかなくちゃいけないなって、ちょっとこうね、なんか襟を正すというか、なんかそういうね気分になった。やっぱこれやっぱ年度の切り替わりで大事だね、このモーターサイクルショーっていうイベントは。はい、でスタートして、はい、ここでまた私たちの、楽しいデコボココンビのデコボコ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 、あのポンコツだけど一生懸命伝えています、楽しいバイク番組ですっていうのがここからまた始まるわけですよ ね、 だからもうね、2024年も楽しみですよ。頑張っていきましょう。はい、頑張っていきましょう。ということで、はい、2024年も週刊バイク TV は私、メイン MC のそのイカちゃん絶対バカにしても、最後に来てくれてバカにしても、メイン MC のレイと、あとはメイン MC の木村亜美と一緒に頑張っていこうと思いますので皆さん来週も引き続きご覧になってください、はい、それではまた来週、バイバイ。プレゼントのお知らせです。千葉県大多喜町カフェクラブビッグワンよりオリジナルキャップを1名様に。ライダーと共に歩み、モーターサイクル文化を豊かに切り開く串田により、フロー T シャツを4名様に。KTM 千葉、ハスクバーナモーターサイクルズ千葉より T シャツを4名様にプレゼントします。ご応募お待ちしています。